今回の新製品の名前は、スカイロー KB ですね。はい、まず商品なんですけども、商品の特徴は足の甲の中に、こういったクロスで、ベルトが入ってまして、マジックベルトで甲のフィット感を上げると、そうすることで、指全体が地面を、指全体で、地面を捉えることができて、まあ、着地時の、左右のブレを軽減するっていう、そういう考え方ですね。で、力を地面にロスなく伝えるということです。あと、着地時に、まあ、安定しているということで、怪我のリスクも軽減できるっていうように考えています。はい、昨シーズンは、先ほど紹介されたシューズ、黒を、使わせてもらってて、で履いてての印象は、先ほど言われたベルトの部分ですかね。このベルトの部分を締めることによって、まあ、フィット感が上がって、僕の中で、今一番いいシューズになっています。こだわりはちょっとたくさんあるんですけど、はいはい、まずは軽い軽量であるってことと、グリップ力裏ですかね、のグリップがいいっていうのと、ある程度の横ブレがありつつ、でもなんていうんですかね、なくても困るし、 ありすぎても困るんで、そのいい塩梅が取れてるっていうので、このシューズすごいいいなって思ってます。デザインはもう本当にパッと見た時からかっこいいなっていうのが本当に第一印象で、まあ、現在は白なんですけど、去年昨シーズン履いてた黒すごいかっこよくて、で今までこう黒のシューズにちょっと偏見というか、ちょっと嫌だなっていう風に持ってたんですけど、このデサントの黒のシューズすごいかっこいいなって思って履き始めたのが最初なので、デザインは本当にかっこいいと思います。で白もこう今履かせてもらってるんですけど、僕自身もかっこいいって思うし、そのチームメイトもそれどこのかっこいいじゃんっていう声が多いんで、すごいいいなと思います。はい、まずはプロ野球選手ですね。プロ野球選手、ソフトバンクの千賀投手、石川投手と、西武ライオンズの外崎選手、ロッテの荻野選手と、コーナーベルトスパイクっていう、実績がありましたので、それをなんとかそのバレーボールシューズに応用できないかっていうことが開発のスタートになります。このベルトがあることで、そうですね、フィット感が増したっていうのは正直なところで、まあ、以前履いてたシューズとかは紐を僕結構縛るん、強めに縛るんですけど、はい、そうなった時にそのフィット感を出すために強く縛らないと、なんか全体的になじまないなっていう感覚があって、だからちょっとしびれをちょっと我慢しても強く結んで履いてたりとかしてたんで、だからそれがないというか、この部分なかなか締まりづらいところなんですけど、普通に紐を縛ってってベルトで調節できるっていうのがすごくいいなという感じで、僕もこれ使わせてもらってます。よくこの調節を調節しながら履いてます。そうですね、なんか僕個人の意見としては、結構求めてるものをに応えてくれてるシューズだと思うんで、一言で言ったら本当にいいとこ取りしたような
理想を叶えてくれてるシューズになってます。まずデサントとしても、V リーガーに着用していただけるシューズを開発するということが信頼性を得ることがまず第一のスタートと考えていました。で、今回このスカイロー KB の開発においても、さまざまな V リーグの選手皆さんのご意見を参考にさせていただいてます。で、選手の方々には、ぜひこのまま、愛用いただいて、パフォーマンスを発揮していただけたらなというようには考えてます。それが本当に今のところなくてですね。なるほど。デザインもかっこいいし、人によってはもうちょっとこう、このグリップを強くしてほしい、硬い方がいい、ゆる、柔らかい方がいいとか、いろいろあるとは思うんですけど、ちょうどいい真ん中の部分を取ったシューズじゃないかなって思います。なるほどです。はい、監督が今シーズン変わるので、はい、まあ、そこで多分僕らもすごい今練習しててこう変化してる最中だと思うので、そこにこう対応してこうどんどんチーム作っていくっていう感覚になってます。みんな新しいことを吸収しようという姿で練習取り組んでるんで、まあ、今は本当にいい状態で練習できてるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そうですね、昨シーズンはかなり、勝ち星を上げれたかなっていうふうに思っててチームで、でそれで僕的にはそのチームの求める、僕個人に課せられてる求めてることは、まあ、必要最低限はできてたのではないかなとは思います。なんですけど、まあ、優勝できなかったってことはなんかそれぞれ多分あると思うので、僕個人としてはもう少し攻撃に絡めて点数を持ってこれたらよかったんじゃないかなっていう反省点はあるんで、今シーズンはそのもっと点を取るという意識を高く持って、やっていこうかなというふうに思ってます。はい、バレーボールをするすべての人々にワクワクするシューズをこれからも開発していきたいなと思います。で、未来のバレーボーラーがバレーボールでかっこいい、やってみたいっていう人をたくさん増やしていきたいっていうのが私の考えです。はい、これからシーズンが始まってきますけど、まあ、僕たちの、目指すバレーボールっていうのをやっていくのはもちろんなんですけど、その見てもらう、ファンの人、方々に、先ほどもおっしゃられましたけど、ワクワクするような楽しいな、かっこいいな、そういう思いをさせ、感じてもらえるような、プレーをしていきたいと思ってます。